れた2杯分のコーヒー。ナインスライブはステージが360度客席に囲まれていて、すごい景色で感動しました。うだつ上がらない、この日々に抗い、首輪のように巻いたネクタイを外す術を今知りたい。皆さんの声をたくさんお聞きすることができたのがとっても嬉しかったです。愛してるよ、何度でも言いたいです。いるのが当たり前になってた、一人だとやけに静かなこの部屋。ナインスライブは愛のシャワーを全身で浴びているような、そんな本当に幸せな時間でした。ナインスライブでは今までやってきてなかったアニメのあの曲やあの曲やあの曲やできちゃうんでしょうか。僕もとっても楽しみです。新しい一日、深呼吸をし目覚まし込めてそっとあの街に繰り出そう。なんだか新しいことをたくさんやれるライブになりそうですね。楽しみにしています。昼ご飯スパスその後適当にしてビルの谷もさす太陽にあくびしてる。テンスライブではまあ摩天楼らしく大人の余裕で楽しみたいと思います。押しかけたくなるそんな気分。